藻場の再生創出による漁業資源増殖及びブルーカーボンによるカーボンニュートラル推進の連携に関する覚書締結式が2月27日高松市にある香川大学のイノベーションデザイン研究所で行われました。式では有福哲司坂出市長と香川大学の上田夏生学長が覚書に署名しました。今回署名した覚書は坂出市と香川大学が平成24年4月19日付で締結した包括的連携協力に関する協定書の具体的内容を定めるものとして締結するものです。漁業資源の増殖につなげ、水産資源の持続的。この覚書の締結は、本学と坂出市との間で締結した包括的連携協力に関する協定に基づき、担当者間で協議を重ね、この度の締結に至ったものです。覚書で坂出市と香川大学は相互連携し、坂出市の藻場の再生創出に取り組むことにより、生物多様性を保全し、漁業資源の増殖につなげ、水産資源の持続的利用を確保するとともに、海の基礎生産力の向上、炭素固定化を推進し、良好な海洋環境の維持回復と、カーボンニュートラルの推進を図ることを目指します。式で有福市長は、この瀬戸内海も魚がどんどん減少し、海洋環境が悪化していることを実感しています。豊かな海をもう一度再生させて次の世代につなげていきたいと決意を述べていました。今後覚書をもとに香川大学においては藻場構成技術の開発と提供を、坂出市においては実験フィールドの確保、関係者との調整、効果調査補助などを進めていく予定です。